直子です三井住友海上は私の自転車に保険をかけてそして自売車としてお金を、えー、損害賛出機構から受け取っていたということです。 原田康一存ではそんなことはできませんお金が、えー、出金して流れそしてそれがあいおい日清ドア損保の物件に流れていたということですダブルで金を儲けていた三井住友海上の犯罪ですそれに対して説明責任を負うはずなんですが追わないんだと言ってるんです、えー、うちの方では何も話ができませんつまり説明責任をしないんだよ認めてるっていうことです、えー、では聞いてください ということになりますから、ね、ということです説明できないんですかうん。一番敵に回してはいけない人間を敵に回してるんですね私は本人だから眼科吹き抜け骨折がありそして、えー、室外骨粉砕骨折で第一審から争っている本物です、うん、本物なんで、えー、綺麗、ブス、可愛い全然関係なかったんですがえーうん 私は菊池桃子に似てるというふうに書いたらば美人大会になったようです怪我のってないね、うん、中にはホリプロのタレントの卵まで、えー、私の嫁ですと言って請求をかけた佐藤という人間がいるようです、えー、私には関係ございませんが、えー、私以外にお金を受け取ったものはすべて偽証罪として立件されます そして私は今最高裁の第一商法廷に自力盗聴ですえ。誰にも相談、相談相談 <laughs> 誰にもえ頼ってなくて、そして自分で自力で盗本を取って、そして盗本から導き出されたものです。これは東京海上日動のえ井上隆典の犯罪であり、それを使っていたのが三井住友海上の原則之です。 そして、えー、三井の弁護士、原田康氏は日清火災の上がりです。つまり、東京海上グループだということです。ですから、東京海上と三井住友海上を排除したんです。そして、損保ジャパンにこの件を回収させるということです。損、え、保、ー、ジャパンも実は安田海上火災なんで、i o い日清堂は損保なんですが、 ですが、えー、本体の日産火災会場が130億で、えー、三井住友信託銀行に買収されたとしても、えー、本体の何人かは残ってるはずです。えー、ですから、その人間に回収しろと。あなた方は自売者であると。私が少額であるならば、あなた方が落としたものはすべて全面没収、国が回収するんだと。えー、その場合、損保ジャパンは国の専属家とい,、まあ、いう形になるかもしれません。 金額はでかいから。うん。えー、1200兆円っていう話もあります。中国に送金されたのがね。誰が送金したのか。それは、後藤光弘です。えー、女房は萩原光子です。その光光って名前を一文字くっつけて、光弘なんですね。そっちは十分の十っていう字なんですが。えー、そして、本件の最初の主犯格は、高柳和弘。えー、数は、 大谷和子っていうあのブスのチビがいるんですが、それが私だとして、えー、請求をかけていた高柳和弘の犯罪です。その定石が、どうやら損保ジャパンの田中という人間です。えー、私は田中なんかと話をしたことはありません、えー。お客様相談室の田中という、えー、60代以上の人間でしょうかね。えー、声の低い、えー、人間とはお話をしたことありますがね。 払わないんです。そしてひたすら弁護士だからあなた方の弁護士の民法708条不法原因の給付者だからシリウス法律事務所は法律行為ができませんよということを言ってるんですが、えー、いや、こちらはお話を聞くことはできない。つまり、損保ジャパンも三井も別人だと承知の上で払い続けていた犯罪であると。だから私と国が最終的に一緒になるんだと。これ計画犯罪です。 最初からそれが計画立てられていたということです。まあですから国税庁と国土交通省と金融庁がその件を損保、えー、ジャパンとおい日西童和損保と三井住友会場と東京会場に、ええー、まあ監査に入れと。つまり、ええー、検査に入って立ち入り検査で全部を調べてくれということを訴えています。1200兆円ということは、 えー、役員決済です。間違いなくね。三井住友海上は確信故違反です。私に払った後にしか回収できないものを、債務不存在ですから、こいつらは。厚かましいですよね。えー、後遺症の診断は出ております。4000万までは払わないといけないんですね。それを、えー、その人間たちは、自分たちの豪邸を川崎望というあばずれに金を与えるために、複数回証券番号を与え、 そして、十億円の豪邸三件です。えー、目黒区、世田谷区、えー、文京区のマンション。そんなに魅力はないと思いますけどね。十億円の価値がその女があるかないです。えー、保険でも死んでも三千万って言われてます。ありません。うん。そして、その女は、あのその十億をか返せるか返せません。おにゃんこの一山いくらのピンで、 10億稼ぐ。稼げません。稼げるんだったら最初からピンです。ええー、だから稼げません。うん。そして、えー、その犯罪は、えー、国の問題でもあるから、総科学会の日練習が温度をとってやっていたという犯罪です。以上、本物の元フライデーの記者、そして女性セブンの記者の茂木直子です。私は統一協会ではない。マグダラのマリア信仰です。 まあ、ジーザスの嫁だという、えー、ダヴィンチコードはさておき、えー、マリアというのはイエスの母親だというのが、まあ、あのバイブルの定説なので、まあ、ですから私はクリスチャンであるけれどジーザス信仰ではなくてマリア信仰なんです母親の信仰だってことですフランスを源流としてるという、まあ、ローズロード信仰って、まあ、だから、えー、バラなんですねバラなんですよだからそっちの信仰なんで 統一教会じゃないましてや統一教会は文鮮明教なんで異教徒です私は私にとってはねだからソフトバンクの、えー、孫正義が、えー、福島という人間で私がそのデブの眼鏡の白髪親父と結婚したと偽証していたことは絶対許しません許しませんソフトバンクは損保ジャパングループですからその人間たちがやった犯罪高柳和弘の犯罪も許しません 立証趣旨は、高柳和弘、島田和弘、島田香織が私だとしてお金を最初に受け取っていた。そこから始まってます。以上、本物の茂木直子でした。